お祭り前の準備はできましたか。何をお祈りするのか決まりましたか。もう間もなく誓願解除となります。本堂の前には12段の階段がございます。辺りは暗くなり大変危険となります。決して走らずにお進みください。ご協力ありがとうございます。本堂は
お腹の方を全員でしばらくお待ちください。相談の規制を行っております。相談の方、そこまでしばらくお待ちください。よろしくお願いします。お賽銭箱は重要だけではございません。プラカードが終わります。プラカードが終わりました。現在境内は大変混雑しており、警察官警備員が整理誘導を行っております。今しばらくお待ちください。ご関係の皆様に迷子のお知らせをいたします。時矢君8歳、時矢君8歳が係員に保護されております。ご家族の方は第3班前警備本部迷子センターまでお越しください。繰り返しご参詣の皆様に迷子のお知らせをいたします。モンゴルから来た時矢君8歳、モンゴルから来た時矢君8歳を係員が保護しております。ご家族の方は第7班前警備本部迷子センターまでお越しください。川崎警察署からお知らせします。先ほどの放送の通り、境内で迷子が大変多くなっております。小さいお子様連れのお父さんお母さんはしっかりとお子様の手をつなぎ、はぐれないようにご注意ください。もう間もなく規制が解除となりますが、本堂前12段の石段となっております。階段では決して走らずにゆっくりとお進みください。また本堂のお賽銭箱は中央だけではございません。本堂の左右に入り口がある通り、お賽銭箱はございます。中央に寄ってしまいますと大変混雑してしまい大変危険です。ご協力をお願いいたします。規制が解除となりました。階段